トヨタセルシオと日産シーマ、パーソナルサルーン最高峰を争う2台が相次いでフルモデルチェンジを受けた。特にシーマは先代までの苦戦から一転、セルシオを追撃する力を得て、実際に販売も好調だという。そこでこの2台を超感覚派の2人が緊急インプレッション。280馬力フラッグシップサルーンの頂点はどっちだ。セルシオ VS シーマ。世界の高級車に大きな影響を与えたセルシオが3代目に。 ER バージョンはユーロチューンドサスペンションと17インチタイヤのスポーティーなグレード。新しいパワーユニットは V8 の 4.3 リッター VVTI、 新開発のセラミック触媒により超低排出ガスの認定を受けるなど、環境への配慮も最先端を誇る。会長、今日はどちらまで？いつもの峠の茶屋まで。かしこまりました。もうなんか背がちっちゃいから、もうこれでリムジンになっちゃってるもん。じゃ会長、ちょっと飛ばして峠の茶屋まで行ってみたいと思います。おお、後ろに乗っててもこれぐらいのオールだったら全然問題ない。あ、ちょっとこうタイヤが泣く程度のスピードでね。7割ぐらいでしょ。7割ぐらい、7割8割ぐらいのスピード、全然後ろを平気、快適。いや、運転しててもね、いいよこれ。一応ね、釣り革に捕まってるけど、シートベルトしてなくても後ろに全然快適。タクちゃんこれ立派だよこれ。じゃあ次はね、トラコンをオフって後輩ものだな、パワーにして帰ります。会長、それでは。いやこれからちょっとね、ちょっと急ぎます。 お姉ちゃんとこ行くから急いでくれる？了解。お姉ちゃんね、待たせるとね、帰っちゃうからね。いい感じだ、いい感じ。会長、いい感じですよ。会長ですよこれ。いいっすね。いいっすよ会長。ドライビングプレジャーってやつかな。ねえ、ファントゥードライブだ。トヨタファントゥードライブ。会長これいいっすよ。このピピピピピのね、いい制御ですよ。いい速度で入りますよ。押し出しが強い迫力のスタイリングをまとった新型シーマ。 450XV の価格は GTR をも超える615万。エンジンは新開発 4.5 リッター直噴の V8、 セルシオを上回る46キロのトルクを発生。同じく新開発の5速 AT はマニュアルモード付き。タクちゃん、はい、こっちの方がおしゃれ、車の作りは。中はね、あのね、セルシオ親父臭い。これ今どき入りの、パソコンできる人が片手で操作できるっていう。そう操作ってなぐらいで、はいはい、サミー操作ね。それもサミー室内がさ、すんごい綺麗にできてる。おしゃれにこう色もね、そう、こういうこの木目にしても、このドアノブにしても、取っ手にしてもさ、この色使いがすごくおしゃれ。この木目の色はちょっと国産車じゃ見たことない。ないね。ロールスロイスとかが使ってる、うん、お、シーケンシャル親分。シーケンシャルついてる。シーケンシャルですよこれ。おお、4.5リッター。あ、でもボディこっちの方が重いのかな。加速はセルシオの方が加速感があるんです、うん、俺もそう思う。これもシートいいね。セルシオの方が包み込むシートだね。あ、ちょっとアンダーステアが、あらららら今8割ぐらいで走ってるのにアンダーステアがかなり強いこれ帰りどうなることか。そうなんだよね、8割ぐらいでアンダーステア出るんだよね。静かさは今度のシーマ、これセルシオと互角ですね。これこっからね、後ろから見てると運転席っていうか、その全部かっこいい。かっこいい。シーケンシャルで行ってみます。君急いでくれ。わかりました親分、急いでくれ。あ、シフトアップは勝手に行っちゃうんだこれ。あ、そうなの。じゃあなんちゃってシーケンシャル、なんちゃってシーケンシャル。ダウン、うん、ダウンしない。しない。あ、ダウンした。した今頃。した。あーあーあー、おお出ますよ親分、出ますよお尻。ねえ、
これセルシオよりおい、いいじゃん、おお。ねえ、セルシオより良くない？これ、面白い、v、ね、なんだっけ、VDC とかやら切ったら、うん、ちょっと遊んでいいですか、いいよ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 、わしも一回アンダー出しちゃダメなんだ。お、上手、上手、上手、たくちゃん、上手。なんか、これ乗ってカウンターしたらお父さん、うまいって言われそうだよ、これ。いい感じ、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 あ、お釣り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 が、お釣りが難しい。いや、全く予想外の盛り上がりというか、まあ、なんというか。 VDC 切ったら面白い。面白いけど、うん、これね、乗ってるとね、うん、リスキー、危ない。こう後ろ側で見てて余裕がないっていうの。カウンターに余裕がないっていうの。だからね、やらない方がいい。っていうか、やるしてないと思うんだよ。やらない方がいい。ただこう室内はシーマの勝ち。走りだけを見るとセルシオの方が安全かな。は、走りはやっぱりね、極めてますよね、うん、ちゃんと作ってるね。シーマにセルシオの足、いいね。エンジンもセルシオの方がいい。パワーはね、トルクありますよ、ね、うん、ある。でもセルシオ 4.3 で、うん、シーマ 4.5 なんですよ。だからなんちゃって 4.5。 まあ皆さんはね、セルシオ対シーマ、これはどちらを選ぶかは、まあ飛ばさない人だったら格好選ぶのがいいんじゃないかな。飛ばすんだったらやっぱりセルシオの方がね、いい感じでステアリングフィールはいいですね、ついてきますね。で、前のセルシオとシーマって結構どっち買おうかなって似たようなのがあったと思うんですよ、うんうん、今度ので個性がはっきり分かれちゃうでしょ。分かりましたね。高そうに見えるのはシーマでしょうね。内装見ちゃうとシーマいい。シーマだよね。走りはセルシオなんだけど、うん、どっち取ろうかなっていう。久々ロングラン燃費チェック。カタログデータの10-15モード燃費では 8.2 キロのセルシオに対し、シーマは 9.2 キロでも実際は、というわけでエンプティーランプ点灯まで走りまくった。結果はさすが直噴シーマの勝ち。2台とも予想以上の高燃費にびっくりしちゃいました。